始まります。ノートブック YouTube Talk No.61! おや！はい。はい、今回いろいろありまして、あの前回の放送でね、こうあのアバター的なものがこう、そうですね、動くようにこう進化をするっていう、ね、それのね、検討をいろいろした結果、ちょっと今回は無理となりまして、その分、例えばマイクがですね、僕のところにこうマイクが今ないんですよ、ね、ないですよ。それは今ここにこうピンマイク的なこう、そう、ちょっと芸能人になった気分ですね、これは。結構いいでしょう。これは楽ですよ、ここマイク入らないっていう。そう、はい、しかもあのね、お酒もスッと飲める。スッと飲めるね。なんか今までだったらこうマイクにかかる心配とかね、ありましたね。しましたから、ちょっと聞こえてますよね、ちゃんとね。そうそう、で、なってますかね、ちゃんと拾ってますか。拾ってます、拾ってます。はい、ありがとうございます。で、あのちょっとこのマイクはまだちょっと弱いから、並べたら少し声を張ったらいいんじゃないかと。そう、まあ逆にやりやすい。俺今までちょっとこう抑えてたところあるから。ああ、なるほど。それでこうなんかこうテンション上がって、余計なこと言っちゃうかもしれませんが、まあまあまあ、それはまあね、あのカットするんだって。カットする方向でまあそういう感じで、そうですね、いけるといいですね。しかも下動いてんすよ。はい、動きましたね、これ今ちょっと頑張って設定しましたね。そう、これやっぱね、見に来てる人が、なんか初見で来る人とか、何やってんだろう、はい、こいつらって思うと思って、初見で来てくれる人がいるのかな。言ってくれると嬉しいんだけど。言ってくれると嬉しいですけどね、はい、なんかもうだいぶ減ったと思いますけどね、やっぱ60ね、もう61ですからね。そう、61回いきなりポンと開くにはね、ちょっと難しいかもしれないけど、まあそれでも大丈夫だと思います。で、英語でね、ちょっとね、はい、こう注釈つけておくと、はい、きっとね、あの海外の方も、はい、間違ってこうね、間違って踏んでしまわないように、踏んでもこう戻るを押せるようにね、ブラウザバックをね、すぐできるように。そうそうそう、優しくなってきてますから親切設計ですね。そう、これね、あれですよね、ミックスの動画だと思って。あ、そうそうそう、俺それが心配だったのよ。そうそうそう、来る人が多いから。この YouTube、 まあ最初は YouTube ライブだったじゃん、で、まあ生放送で、まあ普通に喋る、ね、まあ YouTube のね、このプログラムだったわけだけども、なんか YouTube ライブってさ、普通にこうタイトルで書いちゃうと、多分我々のこの業界ではこのミックスでね、こう DJ ミックスでいろんな曲とか、まあ、自分らが出した曲とかをこうミックスでバンバン繋いでいく動画を期待して開く人が多分いっぱいいるだろうと思って、俺、そうですね、そうじゃないよっていう、あの注釈をあのちょっと英語で書いてね、それつけて、まあ、ずっと60回に至るわけですけども、たまにね、本当に YouTube ライブでやるときに、生放送でやるときに、たまに海外からね、コメントいただいたりとかしますよね。あ、そうですね、そうそうそう、そういう時もね、ありがたいんですけども、何言ってるかは多分全然分かんないんだろうなって思いながらそうですね、たまに俺もなんか英語入れるけども、まあまあ基本的にはね、普通に差し飲みだからね。そうです、そうです、いわゆる要するに差し飲みなので、そうそうそう、差し飲みを放送しているだけなんです。放送っていうか録画しているだけなんですよ、ね、そうそうそう、そういうちょっと緩い感じでやろうと思ってるんですけども、はい、まあね、その姿勢は変わらず、2018年入っても変わらず。いやでもね、やっぱね、その前回もアバター出してみましたけども、ああいう感じでちょっとね、いろいろ楽しいことをしたいんですよ。なるほど、なるほど。せっかくね、こう毎回放送してるのに、毎度同じでもね、まあもちろん、まあ、それはそうだね、それはそれでいいんですけども、ちょっとこう刺激が欲しい、いや、そういう点で考えるとね、あのこの YouTube トーク、ノートブック YouTube トーク、進化してますね、ここ最近。どん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 、特になんか、そうそうそう、画質が良くなったりとか。画質いいっすよね、なんかね、めっちゃいいですよ。しかも音もなんかいいと思いません？多分、多分わかんないけど逆にさ、あの何回か前はちょっとあのなんか機材が使えねえからっていう感じで、スカイプみたいな感じでさ、悪くなったりとか、こう変化が、ね、変化、ここ何回かすごい、そう、前回のアバターを試したのもそうなんですけども、ゆくゆくやっぱね、バーチャル YouTuber になりたいみたいなことも言いましたけども、なんかそのキャラクターをせっかくね、ノートブックのゴブリンだったり、あの上のこのこいつらですね、あ、いるか、ゴブリンと、ラプスケ人形、そうそうそう、そいつらをね、もうちょっとね、こうこいつら、はい、あ、そう、こういう風に出るようにもなったね、この絵いいよね、これで、本当にキャラクターがトークしてるみたいになったら面白いんじゃないかなっていうのをね、なるほどね、なるほど、やりたくて。そうだよね、もう、なんかやっぱそういうの好きだもんね、大好き、俺らね、大好き、俺らね、みんなね、まあ、特にこの会社の方々、みんな、みんな好きなので、この業界の方々、キャラクターを動かしたい、動かしたい、それでトークをしたい、はい、なるほどね、っていうのをちょっとずつちょっとずつ進めているので、はい、その進捗報告だと思って、あ、そうですね、この番組を見ていただけると、ちょっとなんか面白いと思いますよ、あれまたちょっと変わったみたいな、ちょっと進化したんじゃない、みたいな、頑張ってるじゃん、
逆にダメだったじゃん今回。そうそうそう、まあ、今回はね、あのでもね、あの今回出せなかったけども、いろいろ検討して、あ次はじゃあこうしようみたいなね、結構あの成果があったんですよ。成果がありましたね。でまあまあ、今回はちょっととりあえず、まあなしでいきましょうってなって、だからもう本当、あのまあ来週は多分同じかもしれないけども、再来週あたり来月あたりなんかは、そうですね、これ大きく動く可能性がありますよ。ええ、ガツッとこう、はい、二人とももういないかもしれない、ね、そうですね、見納めになるかもしれない我々が、我々の顔が。そう、やっぱね、そのキャラクターになりたいわけですからなりたいわけで、なりたいわけですよ。そうだね、やっていきたい、うん、そうなりたい、ね、絶対そっちの方が面白いもん、うん、はい、そういうわけで、はい、着々とプロジェクトを進めていこうと思っているので、はい、頑張りますよ2018年。 あとなんかね、アイデアあればコメント欄にこう、はい、ちょっともらえると嬉しいです、ね、うん、こういうのも面白いと思いますよとかね、うん、そういうのは何かこうね、その、うん、それを元にこう新しい動きができるかもしれないということで、はい、やっていこうと思っております。おい、なわけで今日なんかメッセージ的なものがあると、そう、最近 LINE アット、あんま更新してないんですけどもそう、あの告知が少ないので最近は、あの LINE アットの月額が5000円かかるんですよ。あれ、ほう、あの結構ですね、結構かかるじゃないですか。そんなかかるんだ。そう、あれメッセージを無制限に送ろうとすると結構かかるんですよ。へー、あれそうなんだ。結局僕個人で普通にやってるので、その告知少ない時これやめようかなと思ってあの月額ってさ、月額のサービスってなんか利用できる時とできない時ってあるからさ。そうなんですよ。だから俺なるべくあんまりやらないようにしてんだよね。あの特にね、その我々みたいな、そのシーズンに告知が固まると、あ、はいはいはい、その4月とか M3 から、あの12月の冬込みまでは多いんですけども、この1月2月3月ってどうしてもちょっと少ないわけですよ。ないよね。そう、だからちょっとね、最近あの LINE アットでメッセージを送ってないんですけれども、あ、なるほど、何か察したのか今日収録があるんじゃないかと察したのか、はいはいはい、ネリアさんからメッセージを今日、ありがとうございます、今朝いただきまして、ありがとうございます。そうだよね、あのこっちからメッセージを送ってないけども、そう、察してくれたんだなと思って。なるほど、ね、ありがとうございます。ラフさん、中田さん、おはようさんです。おはようさんです。久しぶりに投稿させていただきます。はい、つい先日、はい、路面凍結した道で、はあ、しかも下り坂で、はい、転倒して、おー、やばいね、利き腕を骨折してしまうという事案を引き起こしてしまいました。マジか、それすごいな。すごいなこれ、完全に、完全に折れてしまっているようなので、痛いと思うと同時に、完治するまで、禁酒を医師から言い渡されて、とても辛いですと。これはきついな。ハードコアを聞きながら直しますということでいただきましたそう、大丈夫かな、ハードコア聞いてると酒飲みたくなんないかな。なると思いますけどもね俺はね、あの音楽とか、あの、まあ、音楽だね、特に音楽聞いて気分良くなると絶対酒飲みたくなるから。わかります、わかります。いや、あの寒波なんですって。今さ、ね、そうだよね、あのあれでしょ、東京がもうすごい雪降ってみたいなね、ちょっと前に、まあこれちょっと収録でね、あの日にちずれるとは思うんだけども、まあちょっとこれね、収録してる時はと、あと前日2日前あたりからね、東京ですごい雪が降ってるらしく。すごいっすよ、あの、ニュース見ました？まあ、ちらりとめちゃめちゃなんかこう、ほうきでこう雪かきするぐらい体勢ないじゃないですか、向こうの方って。まあそうですね。それなのにこっちぐらいもう降っちゃってるみたいで、車は止まるわ、電車は止まるわみたいな感じになってる。画像見たら、あれこれ札幌駅じゃないよね。いや、東京駅の画像がさ、みんな札幌来てんだなって思いますね。そうそう思うよねあれ札幌だよね完全にね。そうそうそうっていう画像は見ましたね。そう、でもね、その道が悪くなってるとやっぱこう、歩き方がね、もうそもそも雪道に慣れてる我々とちょっと違うじゃないですか。そうだね、こけることはあるけど骨折まではいかないもんな。いや、行く人もいるかもしれないけども、相対なんですよこれはね。大変だね。そうそうそう、あとなんか向こうの冬靴とかもあんまりないというか、あ、なんか車も多分冬タイヤとかないから、あの俺もニュースで見たのは、あのあれでしょ、あのこう、あの空回りして全然前に進まないみたいな、はいはいはい、でもなんかあれなんですってね、夏タイヤで雪道走ると交通法違反になるみたいな、それ、うん、それちょっと噂聞いたけど、え、それは何、もうその法律ってこう施行なんかされてんの？わかんないっす。いや、なんかそんな噂は聞いたけど車乗らないんでわかんない。乗らないですからね我々ね。
だからいろいろ大変だと思うんですよね、うん、この雪の、うん、雪というか大寒波の影響で、うん、であと札幌も、はい、まあ言うたら結構寒いというか寒いですね、めちゃめちゃ寒いで、もうすぐ雪祭りが始まる、うん、始まりますね、うん、でおそらく雪祭りのために雪が足りないから、はいうんはいはい、結構除雪が頻繁に入ってると思うんですよ、うんうんうん、めっちゃ道がツルツルでこうあ除雪が入るとそう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 、うん、ツルツルになってすごい滑るんだよね、全部スケートリンクみたいになってるじゃないですか、うん、だからこうだけどもなんかこう、うん、我々は結構その、うん、歩き方を特殊な歩き方をマスターしてるのでまああのなんか分かるよね、やっぱちょっとさ足を踏ん地面についた瞬間にあちょっとツルっていってあなんかこれ行くな これやばいやつだなって、こう確かにちょっと気ぃつけて歩くみたいなところはあるよね、その刹那滑るって思うんですよねきっと、うんうんうん、分かるよねもうね、そうそうそう、だその感覚がないなんかこう、うん、雪をあまり見ない馴染みのない方っていうのは、うん、そういうところでちょっと事故っちゃったりとかして災難だなと、もうドカーンってすっ転んで、いや折れた、いや本当頑張ってくださいエリアさんっていう、いやあとあれなんですね、骨折するとお酒飲めなくなるんですね、そうなんだね、うん、まあそうだね、まあ、骨折に限らずやっぱその怪我ね、うん、怪我とか病気とか結構でかいのすると、うん、それは酒飲んでる場合じゃねえわなっていうことですよね、うん、きっとね、なんか最近その筋トレがちょっと流行ってるじゃないですかそれはあのこの会社の中ででしょ、いやいやなんか結構あ他にもそう他の会社も日本全国的に筋トレブームっぽいっすよ、そうなんですか、なんかテレビとか見て、うん、あ筋トレっていうか体を動かすブームなのかな、なんか最近見たのはこう、うん、女性の美尻トレーナーの人とか、美尻トレーナー、そうそうそう、あのお尻をきれいに見せる、あーはいはい、美尻ね、美しい尻ね、美しい尻トレーナー、はいはいはい、でこう筋肉を鍛える、うん、ストイックなトレーナーの生活とかで、うん、すごく筋肉を推している番組とかがあったりとかするぐらいなので、うん、なんか結構筋肉流行ってるっぽいなっていうんですけども、そのお酒は筋肉を、うん、この成長させる上で、うん、その妨げになると、うん、まあ全てにおいて妨げになると思うけどね、だからそう骨を治すのにも妨げになるんじゃないかな、 なるんだろう、いやとにかく良くないからね、もうそういうことで飲むのはあの体に悪いっていうのは俺はあの分かったもん、あ、まあ、分かったというか、まあまあまあ、そう俺ずっと知らないで全然酒は美味しい美味しいって言って飲んでたんだけども、うん、やっぱあのどんどんねあのなんか具合悪くなることが多くなるこにつれて、うん、こうあ酒って体に良くないんだって思うから、別にもうなんか筋肉がどうとかそういうレベルの話じゃなくて良くないんだよね、毒なんすね、うん、タバコもそうだけど、タバコも毒なんすね、うん、まあまあただなんだろうな、毒のない人生はつまらないというね、でこれプリパラで言ってた気がする、マジでマジでマジすごいでしょプリパラでそんなセリフあったからね、プリパラ酒飲むんすか、いや 酒飲まないけどもなんだっけな、あのなんかサウナとかでデトックスみたいな感じでデトックスをするみたいな感じのシーンで、毒のない人生なんてつまんないよっていうそういうことを言っちゃうキャラがいるんだよ、ドロシーっていうキャラなんだよ、すげえすごいですよ、ちょっと深いところがあるんだよねプリパラね、今の女子は恵まれてますねいやだからね、そうあの女の子、今プリパラを見てる女の子たちがこうね大人になった時にどうなるかっていうのが俺楽しみでしょうがないよ、毒めちゃめちゃ売れるでしょうねきっとねまあ酒じゃねえな、まあとにかくあの、うん、いろんなところでね活躍してくれるんじゃないかなと俺は思ってるよ、まあ確かにね刺激ってことですからね、まあまあ いい酒程よく、うん、というね、あのまあタバコもそうだけど、まあ、吸いすぎなければ、うん、まあまあまあよくはないけども、ちょっとしたこうたしなみだと俺は思ってるから、うん、そうですね、嗜好品って言いますからね、うん、そういう意味では、うん、なんかこうネリアさん今回はね骨折で、はい、禁酒をせざるを得なくなったわけですけれども、うんうん、禁酒明けの酒は 100% うまいから、あーそうだね、うん、それを楽しみに頑張ってほしいね、それを楽しみにね、うん、そうそうそう、骨もあの折れた後つなぐよくつながるとなんかより強くなるみたいな、そう強くなるんですよ、 でしょ、そうっていう話をなんかあのジャンプ漫画なんかの漫画で見たことあるな、僕もなんかあの月刊ジャンプで見ましたね、だからね漫画だよねそういう情報で、そう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 、マジかなって思うんだけど、はい、はい、なのでちょっとじゃあ骨折感知した後の、うん、なんかこう禁酒明けの酒をちょっと楽しみにしてみるといいんじゃないかなと思います。
もうね、退院2日前ぐらいにいい酒調べといてね。そうですね。これを飲むぞって。それいいですね。めっちゃテンション上げて退院祝いでドカーンと行って、またおっちゃうかもしれないけど、ね、酔っ払って。酔っ払って。じゃあちょっとね、お大事にしてくださいと、ね、そうですね、お大事に、はい、はい、じゃあ安静にしていただいて、はい、一旦 CM に行こうと思います。はい、では CM は前と同じかな。いや、多分古い CM が流れます。というわけで CM です。ラフスケッチから1曲のコーナー、イエー、よろしくお願いします。はい、 CM ちょっと古かったですね。なんでこんな急に懐かしいのは。なんか環境を移行したので、はい、そういう古いのが出ちゃいました。なるほどなるほど。次回も多分古いのだと思いますけど。なんかそれもうランダムにできたら面白いんじゃないか。いいですね。そうですね。ちょっとこう古い作品にもねスポット当てたいなっていうことで、うんうんうん、まあ古い作品なんですけれども、はいはい、あ、もうね、またジャケットが同じ、もうもう出てますけれども、前回と同じのが出てますが、そうそうそう、こちら、やっぱりこれ、八つ裂きハードコア第1弾、はい、第1弾、ボリューム1、今回もこっから、かけるということで、はい、いいんですかね、選ぼうと思っております。はい、うん、今年は八つ裂きハードコアが10周年ということで、ちょっと八つコアにスポットを当てて、いろいろ紹介しようかなと思っているんですけれども、うん、なんだろうな。前回は、ナイロンコネクション、これこのアルバムの3曲目をかけて、はい、まあ、ちょっと順々にいってますが、はい、順々にはいかずですね、ちょっと今日は、うん、6曲目のですね、はい、6曲目、ああなるほど、そう、はあダメだいっていう曲を、一戸建さんの曲ですね、一戸建さんのはあダメだいっていう曲を紹介しようと思うんですけども、はい、これもね、これちょっと特殊な曲だと思うんだよ、なんか、そう、なんだろうな、他の一戸さんの曲に比べてなんかだいぶ違うよね、テイストが。まあ、そもそもその一戸建さんの本当に初期の、うん、なんかこう一戸建さんがトラックメーカーを始めるって言ったのも結構、うん、その唐突だったというか、うん、なんだろうな、もともと DJ だったんですけれども、うん、そのちょっと僕はその俺はトラックメーカーやろうと思うんだよって言って、うんうん、丸1年こもったんですよ、 DJ を丸1年ぐらい DJ をしないで、うんうん、トラックメイクを頑張る年っていうのが1年あって、うん、その前後ぐらいの曲なんですけれども、うんうん、確かなのでほぼ DJ 一戸建て初女作といっても過言ではない曲だったんですけども、そうだね、今の我々 の、まあ、ノートブックの曲聴いてる方もそうだと思うんだけども、うん、もう一戸さんはいろんなさアイドルの曲とかも書いてるし、そうですね、で、八つ裂きコンビにも毎年出ていただいて、うん、もうトラックメーカーとして結構認識してるところがあるけども、もともとはそう DJ だったんですよね。そうだよね、その時もなんか一歩さんのね、俺なんかブログとか、ブログっていうかミクシー日記とかさ、ありましたね、いろいろ見てたら、なんかいろんなことに手出す人なんだよね、一歩さんってね、なんかうん、キャラクターさ動かしたり、そうですね、うん、オリジナルキャラ作ったりとか、うん、絵描いたのかな、まあモデルを作ったのか、モデルを作って、うん、っていう感じの、うん、いろいろね、そういうことをねする人で、いやすごい面白いなって俺は思ってたんだけども、まあ、その一つにトラックメイクがで、そうですね、でそれが今いい感じになってるっていう、うん、そうですね、ことですかね。このやつこわコンピの前に、うん、臨海モスキートのインドのそば屋っていう CD があるんですけれども、うんうんうん、その中で一戸建てにせっぱちっていうのは僕と一応一戸建てさんの共同でこう仕上げたっていうのもありまして、一戸建てさんソロで仕上げたっていうののリリースはおそらくこの「はあダメだい」が1曲目になるんじゃないかな。そうなんだ、はいはいはい、っていうのでそれでこのタイトルっていうのがそういいですね。ちょっとじゃあその、まあ、とりあえず聞いていただきましょうか。そうですね、一回聞いていただいてそっからいろいろ話しましょう。はい、聞いていただきます。 DJ 一戸建てで、はあダメだい、はあダメだい。
い、聞いていただきました。やさきハードコアより DJ いこだてはぁダメだいでした。でしたなんてそう、まあ、ダメだなっていうのなんかこう伝わるんだよな。なんていうのかな。ただ結構この曲すごく好評で、うん、あ、そうだ、あ、そうだそうだ、うん、かなり好評で聞いた人がいるんだよ、すごい海外で。そう、シンゴ DJ っていうね、当時ハードスタイルとかを作っていた、うん、ちょっとどこ出身か忘れちゃったんですけども、うん、シンゴ DJ っていう方が、うん、これすげえいいからリミックスさせてくれよっていうのもあったり、うん、あの八つ崎ハードコアを、うん、第1弾をグルービーで買った時に、うん、初回先着 CD みたいなのをつけてたんですよ。ああ、はいはいはい、うんうん、そう、それにハーダメダイのリミックスが2個入ってる。そう、あ、そうなんだ。 そんなんあったっけ。一戸建てさんのセルフリミックスと、うんうん、楽天祭さんの、リミックスが入ってて、うん、結構ハーダメダイは荒削りながらも、うん、あのもう国境を一瞬で越えてしまって、あ、なるほどね、うん、そのこの頃からもうメロディーが、うん、メロディーセンスが、あ、もう一戸建てさんとちょっと突出してたんだなっていうのがちょっと ね普通のメロディーじゃないのがね、うん、またいいんだよね。そう、流行りにもね、当時確か三連が流行っていたので、うん、まあ、いわゆる三連系だよね、このドッタ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 みたいな、スッキ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 、あ、そうか、それなんだ三連系の代表って三連、そう、流行ってたんです、うん、愛してたんですよ、みんなね、うん、はい、そういうわけで、そういうね、結構こう、うん、諸女作ながらも、うん、いろんなこうところにこう影響を与えた、うんうん、結構隠れた名曲 だと思うので、まあね、そうだね、まあそれ言うたら一個さんの曲大体そうなんだけど、大体そうですね、一個さんの初期さ、あのさっき言ったね、ニセッパチももう、うん、なんかもう中毒性あるというか、そうですね、あれすごいね、いい曲だよね、はい、なのでぜひぜひチェックしていただければと思います、はいはいはい、はい、じゃあ続いて、うん、はい、じゃあ中田から一曲もよろしくお願いします。はいはい、というわけで、何回か前に、中田のライブ映像、あの仙台でのライブ映像がアップされたよみたいな話をしたんだけども、はい、ね、そういや、あれで使った曲、これに入ってる、パペットナイトメアというね、うん、ラフ君のアルバムに入ってる、ナイトフォーデビルズアンマンっていう曲を、うん、そういやこの放送でかけてなかったなとふと思いまして、結構ね、中田さんとのコラボで、うんうん、相当激しい部類に入る、うん、そう多分一番激しいと思うんだ、うん、で俺もなんかあの酔っ払って激しい曲が聴きたくなった時によく聴くんだけども、うん、のがこれで、まあなんか本当にね、そういうあのなんていうのかな、あのそうだよね、あの歌詞をこういう内容にして、なんか歌詞を猟奇的な感じにしてくれみたいな、ありましたね、うん、みたいなメールが来て、 OK 分かったって言って、俺なんだかんだあのなんていうのかな、特にテーマもらわずに書くとちょっと臭い感じになるっていう、まあブースオブファイターズみたいなさ、うんうん、ちょっとメッセージ性みたいな感じのになっちゃうから、だからね、猟奇的っていうのだけ聞いて、でそのイメージでもうひたすらなんかもうなんかなんていうのかな、こう人が死んだり、こうホラー映画とかゾンビ映画のイメージで書いたんだよね、うん、それがなんそれとラフ君のその音とのこのリンクがちょうどいい感じでうまくいったなって思ってて、でこの曲って実はあの札幌でライブでやったことないと思うんだよ、多分ないと思います、ないよね、うん、それを仙台でやってさ、そうであのその来てくれたお客さんの一人でね、あの曲めっちゃ好きなんすよ、やってくれてありがとうございますって言ってくれた人がいて、うん、それもすごい嬉しかったし、まあうん、やっとね、そうライブでできたし、まあそうだね、こんないい曲をかけてなかったと思う、うん、なんか多分撮っといてたんだと思うんで、なるほど、すごい好きな曲だから、うん、俺自分でもあのすごい気に入ってる曲だからね、じゃあっていう感じの、まあ激しいやつなので、ぜひチェックしていただきたいと思います。じゃあ聞いてください。はい、ラフスケッチパペットナイトメアより Nights for Devils and Me。
はい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 、はい、聞いていただきました。ラフスケッチパブンナイトメアよりデブルズホまあ、まあ、分かんなくなっけデブルナイツフォーデブルズアンメンですね。はい、失礼しました。まあ今ねちょっと曲を聴きながら、うん、いろいろ我々思い出話をしてたんですけど、懐かしいなっていうねなんだろうね、やっぱもうどっちもこう音を割る感じでさ、そうそうそう、臨界点突破できた一曲だと思うんだよね。そうですね、うん、いやそれで音割れて逆によ、うん、よくなった、結構稀なケースなんじゃないかな、うん。あと、まあ、俺の個人の話で言うと、これ撮った時ちょっと風邪気味だったんでで、なんだろうな、まあ、何テイク同じパートをね、何テイクか撮って、ちょっと普通の声を出してみたら、うん、あ、ごめん、ちょっと風邪気味で、なんかうまくいい声でねえなって言って、ちょっと歪んだね、うん、ギャーガラガラって、イヤーみたいな感じの声で歌ったら、はいはいはい、これだねって、こっちの方が全然いいね、うん、で、うまく声が出ないもんだから、なんか余計汚い声になって、それが逆に良かったみたいな。そもそも結構そのトラック自体 もう全部パッツンパッツンにして割って割ってみたいな、このパペットナイトメアの一番最後の曲だったので、やっぱこうなんだろうな、パペットナイトメアぐらいから僕は結構そのなんだろうな、綺麗な音でちょっとこうメロを聴かせたりとか、そのなんだろうな、コマーシャル的なコマーシャルハードコア的な要素をちょっとこう考え出した頃だったんですけども、でもその全編それにやっちゃうとダメだろうっていうので、やっぱハードコア1個、うん、ハードコアじゃなくなっちゃうからね、なくなっちゃうからこうハードコアやっぱ入れたいですよっていうところで、やっぱ一番最後に持ってくるのをハードコアにしたっていうのは、この曲には結構すごく思い入れあるというか、なんか割るにしてもこうかっこいい割り方をどうするかっていうので、結構狙ってできるもんじゃない気がするんだよね。そうですね、狙ってはいないですね、これは、事故ですね、これ事故だよねこれすごいよね、いや今聞いてもやっぱすごいよね、これ本当によくできたと思う。いや事故ってできた曲だと思います、これは。いやこういうのがあるからね、面白いですね、やっぱ面白いですよねそう、結構これは、パペットナイトメアのボーナストラック的な感じだと思ってて、実際別にボーナスなんかあるけどねまあまあまあそうなんですけど、そのパペットナイトメアの収録曲順的にはその前に We Still Love Hardcore っていうちょっと綺麗な、それはね綺麗な曲だよね。そう俺もその曲もすごい好きで、それとちょっとね どっちかけようか迷ったんだけども、結構綺麗な曲の後にやっぱこう
ドロッとして、やっぱこうストーリーは We Still Love Hardcore で終わってるけども、その後にこうボーナストラックみたいなイメージで、実はこんな暗いのもありますよ、いや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 、まだ満足してないでしょみたいな、そのアンコール的な要素というか、いやな、普通だったら逆だと思うけどね綺麗なので収めたいけど、まあまあでもそれはさらにこう逆にしたっていうね、っていうのもやっぱ、面白みだよね、ナイトメアだし、そうその方がいいよね、このアルバムの場合、まあパペットナイトメアですからね、そうそうそう、これそうですね、札幌でまだやってないですもんね、やってないからね、やんなきゃなって思いながら、なんかね、まあちょっと機会に恵まれない、そうですね、いやそもそもあの札幌でこの中田メタル枠みたいのがを組めたことが、いやちょろっとあったかな、ちょろっとあったけど、あの時はね確かあのズンベロと一緒にやった時で、あ、まあそれも 2,3 曲だったんだけどね、ちょっとじゃああれですよ、10周年でやりましょうよ、あ、いいんですか、やりましょう、この曲やりますよ、全然やりましょう、はい、やりますよ、どの道僕鳥なんでね、あ、そうか、ね、あ、それじゃあそこにちょっとねじ込む感じで、そうそうそう一番最後の曲でやりましょう、あ、いいねいいのこれで逆にねこの曲からつなげる、なんかこうレパートリーがあんまないので、いや、DJ 的にはね、この曲俺フルでやりたいよ、いやその方がいいと思いますあのフルでやると一番最後のところでこう、キックだけ連打してるところがあるので、そこがねやっぱ個人的には一番聞かせたいところだったので、そこまでいきたいですね、はい、はい、ということでこの放送をは、まだあの10周年ヤツコアの前になりますかね、ちょっとね、はい、今触れましたけれども、はい、10周年の安崎ハードコアというのが2月の4日に行われます、はい、2月4日です、2月4日の、はい、時間はお昼の2時から、1時間遅く9時までやってます、そうそうそう、普段はね夜8時までなんだけども、そうです、夜9時までできるやって、しかも、エントランスがちょっとお得なんですよね、エントランス500円、はい、はい、これはお得、赤字です、なのでお酒をいっぱい飲んでくださいあ、そうですね、あ、ドリンクでなんとかやる、はい、なんとかって言ったらあれだけども、お願いします、まあこれはもう飲まさるでしょ、飲まさると思います、なまら飲まさるでしょ、これなまら飲まさると思いますので、10周年だからもう、もうね、10周年だからいいんだよ、飲んじゃおうって飲もうっていう感じでやろうと思いますので、はい、でもそのね、この放送を聞いてる方は、再来週かって思うと思うんですよ、再来週なので、そうそうそう、だ明日更新なんでね、明日って言っちゃうとあれなんですけど、今日更新なんですけど、はい、そんなに待てないよっていう方はですね、今週末、はい、1月28日に、あ、はいはい、プラスチックシアターで、はい、プラスチックシアターの24周年記念のイベントに、安崎ハードコアの枠として出ます、出演させていただきま す、はい、こちらはですね、僕ラフスケッチと、はい、ズンベロクイル QUIL、クイルと、松田、はい、最近やつコアに、最近でもないのか、去年やつコアに結構ダークで重いのが特にやつだよね、どっちもそうだよね、ズンベルも、そうなのでガバ祭りみたいな、ガバ、あ、その3人だけなの、その3人だけです、あのでこうビスビーみたいな感じ、そうです、ビスビーなんですけど、オッサが入りてー入りてーって言ったら、オッサも何曲かみたいな感じになると思いますけども、あの俺もとりあえずいるんで、なんかちょっと叫ぶかもしれないって、そんな感じで結構ゆるい感じで、しかもエントランスはフリーです、あのお酒を1000円分飲んでください、そうそうそう、お酒が飲めない方も、あの2時からの昼のイベントなので来れるんですけれども、ソフトドリンクは2杯ちゃんと飲んでくださいっていう感じのイベントになってますので、ドリンクチケットあの、入場の、入場料の代わりみたいな感じですね、そうです、なので、そちら待てない方は、今週末というか、あさってもありますよ、それもね絶対面白くなるから、あさってお会いしましょうということで、やつこだけじゃなくてね、他のレギュラーパーティーも出演されるわけだから、本当いろんなのがね、周年イベントはね、本当いろんなのかかってめちゃめちゃ面白い、結構豪華ですよね、そうなので、ぜひぜひその機会にいろんなイベントに行ったつもりになれる、そうそうそう、行ったつもりになれる、遊びに来てください、はい、そういうわけで、はい、じゃあそんな感じでしょうか、来週お会いしましょう、来週の更新は、もう2月ですね、あ、2月になっちゃいますか、あ、でもちょうどあれか、10周年の直前なのかな、そうです、10周年記念の直前に、はい、10周年記念直前記念ということで、10周年記念10周年イヤー特前早口言葉みたいになっちゃってる言えなかったですね、はい、じゃあまた来週お会いしましょう、はい、ということで、ノートブックレクゾーのラフスケッチとデュデュ中田メーターでした、ありがとうございました、ありがとう。